ヤッホー、阿部かや子です。じゃん、もうすぐハロウィンということでハロウィンということでハロウィンパーティーをします。一緒にどうですか？どうですか？まあ見ての通り、あ、待って、レッツゴー。ということで、まあご覧いただければわかるように、今日はミスドです。こんなにあるんだよ、ハロウィンの、ハロウィンらしきドーナツ。めっちゃいい匂いがする、うん、いいでしょで、なんかここにある以外も、あの、私が好きなポンデリングとかを買ってきました。大量に買ってきました。何日も食べようと思う。どうしようかな。もう食べるね。じゃあこれは、これ何、あのさ、ムーミンのさ、ニョロニョロみたい。いただきます。うん、かわいそうにいただきます。うん、うまい。ドーナツだなんかあのいちご味のドーナツ。うん、ちょっと耳が映らなかったから沈みました。どうですか？映ってるね。うーん、ちょっとこれ一回直して。これだって、これポンデリングのさ、アレンジ版でしょ。これ食べたい。パッケージに間違い探しがあるって。気になる人はやってみてねやらないんかい。やらないよ、だって食べたいもん今日は。おー、目、おいしい。うん、なんかビターな感じだね。ハロウィンの思い出、ハロウィンの思い出、ね、渋谷に初めて行ったことかな。その、あ、ハロウィンの日にね、ハロウィンの日に1回だけ渋谷に行ったことがある。上京してきてからだから1年目とかかな。うん、何年前ですか ?1 年目の時は2015年とか。うわ、ちょっと待って、7年も前じゃない。怖っ。なんか白い、かわいい。仮装 しなくて行ったから、私服で行ったから逆にめちゃくちゃ目立っちゃってすぐ帰った。なんか見たかっただけなの、本当に。渋谷のハロウィン見てみたかっただけなのなんで怒って。あ、これ美味しい。ドーナツの味だ。下手くそだねなんか、なんていうの、このノーマルのさ、ドーナツあるじゃん。なんかこの生地が美味しい。なんかホワイトチョコによって生地の美味しさが際立ってる。めっちゃ合ってるこれ。これめっちゃ美味しいな。今日はね、贅沢にね、全部一口ずつ食べていいっていうシステムにしたの、勝手に。うん、よいしょ。あ、割れちゃった。絶対に目を食べたい。だってさ、
目のとこにさ、あー折れた、目のとこにチョコがついてるから。みんなハロウィン何するの？どう？ドーナツ一緒に食べようよ。うん、あらかわいい猫ですか。今のいちご味でした雑になってきたね。なってきたよ。ハロウィンってさ、子供の頃もさ、私あんまりなんかをやったとかっていう記憶があんまないんだよね。見て、かわいいのも並べてみた。ハロウィンっぽい黒、ただの黒。なんかハロウィンっぽい服と思ってさ、なんかさ、なんかオレンジとか思ったんだけどさ、なんかオレンジじゃないなと思ってさ、ソファーもオレンジだしさ、黒にしてみた。ただの黒のなんかニットみたいなやつです。去年一人クリスマスをねしたんですよ。それと同様、一人は寂しい寂しいよ。高木さん呼べばよかったな。高木さんとかさ、ブルーミー全員呼んでも楽しいよね。呼べばよかった。高木さんとブルーミーと、高木さんとブルーミーと何しようか。あのさ、韓国コスメとかのさ、なんか買い物とか行きたい。新大久保とか行きたいな。そういうなんか Vlog っぽいのもいいし、普通にご飯行きたいかな。うん、行きましょう。ブルーミーの人たち見てたら、三人娘見てたら行こう。今ね、みおちゃんとは私まだちゃんとご飯行ったことなくて。そうなん、さくらちゃんとはね何回かご飯行ったんだよね。可愛いんだ、みんな。みんな可愛い。みんな仲良し。みゆちゃんとご飯行きたいんだけどさ、行こうって言ってくれてるんだけどさ、全然行けてない。ちょっと普通の食べたい。見えない。ディーン。いや、普通のポンデリングです。普通のですわ。普通のが一番。ほらね、やっぱり美味しい。私あの制服ディズニーってやつをねずっとしたかったんだけど、せずに、全然ハロウィン関係なくて申し訳ないんだけど、したかったんだけど全然できないまま26になって、ちょっと恥ずかしいという気持ちが芽生えてしまってできてない。うーん、でもあれでさ、あの恋愛至上主義宣言じゃなくて、なんだっけなんだっけ、ヒロイン育成計画で、あのコスプレっていうか制服を着て、あの制服私が選んだんですよ。可愛いのがいいって言って可愛いやつを選びました。あれもう本当に本当にあと何回制服とか着られるんだろうっていう気持ちで、もう最後かもしれないみたいな気持ちで制服着たから楽しかった。恥ずかしかったけど、もちろんでも楽しめたかなと思う。なんかだからさ、こうやってさ、こういうのとかちょっとずつコスプレしてると、コスプレ欲は満たされてる。ちょこちょこ、うん、うん、なんだろうね、あとコスプレか。みんなってコスプレって何してんの？ポリスとかナースとかか、うん、
なんか渋谷とかにナースとかポリスが溢れるよね。いいよね、なんかそういう明るい文化がちょっとずつ戻ってきてるのはいいなと思う。私結構だからそういうのの中継とかはさ見たいんだよね、テレビで。テレビで見て満足。行かなくても、まあ人が多いのがさあんまりさ得意じゃないからさ、見てるかな。お家でのんびりしたい。なんかパンプキン系のなんかグラタンとか作ろうかな。結局お家でちょっとお酒飲みたいっていうだけなんですよ。イベントの時はお家でそれっぽいことができれば満足。ドーナツとか結構そうだよね。なんかさこういうドーナツとかさ、なんかハロウィンのアイテムじゃないや、食べ物って結構溢れるから街に。そういうのでも全然満足しちゃうかな。まあそんな感じで私のハロウィンは室内で楽しむことがメインです。なんか怖い、ちょっと怖い子供向けのやつとか見よっかな。何、なんか子供向けのなんか本当に怖くないけどこれだったらハロウィン感じられますみたいな作品があったら皆さん教えてくれませんか。私もちょっとハロウィン感じたいので教えてください。ガチホラーは絶対やめてください。呪怨とかあのかやこ出てくるやつとか絶対やめてください。なんで同じ名前なんだろうね。やめてください。可愛めのやつでお願いします。待ってます。じゃあまたね。